おはようございます、皆さん。今日からですね、また新キャラが出たんですね。やりたいと思います。で、またスフィアのシリーズですね。ファミリオン、ビアニ、ドレファス、ユーロ、キラフェールとフェブロース。キラフェールがなんか半減そうなキャラなんですけど、どうでしょう。ないかもな。とはなんだっけ、ドレファスとピアン、除隊場から守ることができるかもしれない。はい、じゃあやります。ダイヤが、408個なのあるので、80回まではできるんですね。けど、そこまではしたくない。全部ゲットできたら終わりにします。はい、やりますね。で、2ターンごとにエルギフもらえるんです。はい、やります。1クランズ、持ってるポイントにするかもしれないな。じゃあ次いきます。死にユニット出して、おーやーい、イエーイ。ファミリオンだっけな。タイプはアニマガーディアン。まあいいや、大丈夫です。ダメージ HP ゲージが少しそうだし、確率で HP が少し回復。悪くないかな。HP 様様に回復と、BB ゲージ様様に回復と、味方の BB ゲージ少し上昇。おー、BB ゲージ系ですね。使えそうなキャラなんですね。ヘルギブは、何でしょう。ビゲージが満タンで攻撃力、防御力、回復力少しアップ。悪くないかもな。星3だから。3回目。新キャラ。新ユニット。アルファポイントでな。4回目だな。新キャラ。いいか、新ユニット。またクランズ。 アニマ待ってるけど、HP と攻撃力10%は悪くない。血を使える、多分。心理ユニット、クレア。クレアは持ってるね。もうクレアはもう何体も持ってるんですね。ドルク、アニマかな。やっと。先月はブレイカだったから。で、今回アニマ出たから嬉しい。半減役だから、ブレイカはそんなに強はないと思います。アニマの方がいいかな。簡単に死なないように。で、防御少しアップか、いらないかもな。7回目だな。とりあえず新ユニットは1体入れたんですね。2体目です。新ユニット、名前誰だっけな。アニマガリアン、リュード。これがリュード。戦闘力15%は面白い。多分30%か35%になるかもしれないな。HP 様々に回復と、ヒーダメージ HP ゲージが上昇する効果を付与。使えそうなキャラです。ユーロだったっけな。新ユニット、
回るのはポイントですね。エルギブ、呪いいらない。はい、9回目だな。これイブリス、アニメ持ってる。まだまだ使えるですね、イブリスは。10回目、チーニユニット、眠すぎよ。アニマヘルキフは、まずいらない。銃っていうか、あ、重大銃から守ることできるだっけな。ユーラはポイント。あ、何体も持ってるか。12回目でな。死に入れと来い。ベスティはポイントですね。エルギブはお死にに行くかな。これでシーチか。状態以上の敵へのダメージが少しするか。いや、好きなエルギブではないですね。リーナの、まあ、リーナのは可愛くて使えるんですね。使えるは使えるんですよ。光闇バフが、必要な時にリーナの使えるんですね。ドルク使う時に、まあ、グランツ使うより多分リーナとか使うのがいいかもしれないな。イフリス、ホラクポイント割れる。よし、欲しいようです。エルギーフはどんなタイプでいいか。どんな呪い、いや15回かな。新ユニット16回ですね。もうそろそろ出てください。死に入れと、これではポイントですね。防御 10% いらない。まあ、エルギフのダンジョンですね。毎日やってるんですよ。なんかね、すごいやつはまだ出てない。またアルファ。まあ、新ユニットはどこですかね。あ、まあ、いらない。エルギブだったかもしれない。新ユニット。あ、シェンロンっていうか、エルドラですね。ベルゼウト。シーグの名前。新ユニット。出して !FIFA。何？エレギープは星さんで。おお、これ使える。攻撃力 30%、 アリーナで使える。アリーナか、スジョ攻撃のキャラ、カリースとかラーガンとかにも使えるんですね。新ユニット出して。フィファか。20回目ですね。22回目です。